はい、どうも、コンデーバットマイムの日です。お初ではない方は、コンデー、お初の方は、お初で、バットマイムの日です。2回目ですね。はい。今回はですね、腰痛めの方で、マインクラフトをやりたいと思います。僕は初見ではありません。ニコニコの方でも、マインクラフトを活動していましてね、そのワールドやろうかなと思いましたけど、どうせなら新規でやろうかなと思いまして、まあ、やります。まあ、こんなワールドありますけど、まあ、ワールド、まあ、カット腰痛めのパントマイムよし。では、やっていきます。ボーナスチェストをチートオフ。やっていきます。平地来い、平地来い、平地来い、平地来い。お願いだ。平地じゃないけど、なんで洞窟が近くに、そして石炭、そして羊、ありがとうございます。やべえな。なんでこんなに早いんだろう。もしかするとさ、なんか、僕の最初のやった時のワールドが、ヨッシー、10、1だったんですよね。で、それをやってみたんですけど、30分くらい探索して、ここら辺を。そしたら、エンドポータル見つけたんですよね。で、最終的に何十時間かな。670時間。まあ、約何日だろうな。嘘です。エンドポータル見つけたのは本当ですけど、何日でエンドまで行ったんだろうな。約90日くらいだな。まあそんな感じですかね。まあそれはほっといて、まあ、木でも切りましょうか。マイクロの醍醐味は、まず木ですね。木を切ることが醍醐味ですね。まあ、カットですけど。このぐらいでいいかな。そうだね。このぐらいでいいか。まずは僕は仮拠点を作りました。結構かかりましたね。まあ外見はこんな感じですかね。まあ上はないっていう感じでね。なんかちょっと和風チックにやってみたような感じですかね。内装はこんな感じです。まあ。初心者にの人が作りそうな内装ですかね。こういう並びとか。あ、こういう並びとかもありますね。まあ、こんな感じですかね。何分経ったんだろう、これね。およそ25分くらいで作れましたね、これ。1時間経ったと思ったら25分くらいですかね。次行きましょう。数分後。さて、畑も作り終わったし、もうこれぐらいにしよっかな。まあこんぐらいかな。今回はこんぐらいかな。はい。ここまでのご視聴ありがとうございます。パントマイムヨッシーのマイクラ実況パート1、これで終わります。では、バイでーす。